ミッシェル・パオは台湾新築県出身の女子サッカー選手。ペッパーライン大学出身。ポジションはフォワード、ディフェンダー。2010年から2013年の4年間ペッパーライン大学でプレーした。同大学の選手としては史上初めてオールウエストコーストカンファレンスのファーストチームに4度選出された。また、う社西築選抜にも4度選出され、 2011年には同じ君社の全米選抜にも選ばれた。大学4年間で通算6ゴールを記録し、また18アシストは同大学歴代4位の記録である。2014年の NWSL 大学生ドラフトで全体の24番目でスカイブルー FC から指名された。しかしながら、パオはスカイブルー FC ではプレーすることなく2015年に スウェーデンリーグに所属するビッテシェーギークへ移籍した。2016年2月、ナデシコリーグ2部に所属するノジマステラ神奈川、相模原に移籍した。パオは2016シーズンに11得点を記録し、2部リーグの得点王になった。この年のジマステラ神奈川、相模原は2部リーグで優勝し、クラブ史上初の一部昇格を果たした。2017年シーズン終了をもって、 現役を引退。2018年、台湾木蘭サッカーリーグの参加チームである、台中愛クジラ女子アシタマ隊に加入することが発表され、現役に復帰した。復帰後に、台湾代表にも復帰している。2015年12月12日行われた、ユニバーシアード、日本女子代表との国際親善試合で、チャイニーズ台北代表としてプレーし、 前半41分にゴールを挙げたが、試合は1から4で敗れた。2016年のリオデジャネイロオリンピックサッカーアジア、予選でプレーし、2次予選のヨルダン戦でゴールを挙げた。ありがとうございます。